スタートしました少しバラすきました コースタートは14番ウィン・エフォート1番外飛び出していきました内から気合いをつけて5番のテルミドールかわして抜けますそのうち2番のボラータが2番手並んでいきましたその後は1馬身半差14番ウィン・エフォートそのうちは7番のフリクティドールさらにうちは4番タガノブルグ先団の一角3コーナー回ります2馬身後ろ3番エクッシアさらには12番の栗の小町その後1馬身差1番栗のイザナミが続いてこれに8番のマイネル・ギャルソン並んだ中段後ろあとは11番 番のアローズグリーム34コーナー中間9番のシャインシュラーク外は10番のウィン・ギルソーレそして1馬シンハンサ13番イスルギとインコース6番のコロナプリンセス並んで後方前は第4コーナーカーブ抜けた5番のテルミドールリードを3馬身で400切って4コーナーカーブ直線に入ります2番手14番ウィン・エフォートその外から7番のフリュクティオール2番手に上がってきました追い込み勢どうか外に出して4番のタガノブルグさらに外からは12番のクリノコバチが追い込んでくる内を狙って1番のクリノイ さあ今度は一気に4番タガノブルグ先頭に変わった2番手12番の栗の小町先頭4番タガノブルグゴールイン2着12番栗の小町